覚えゲー W1 よ。相棒がいないからあれ取りに行けない。いきなり。あ、でも DK コイン持ってるね。鉱石がいっぱいにっこり。お、相棒相棒相棒。おっと、懐かしいドンキーじゃん。 DK DK はっ、ほら、え、ダメなの。あらら、相棒。これ懐かしい、わら。 DK、もう相棒でもいけんのか。スイッチはボタンに色がついてないから見えとか書いてあった、笑い。あ、相棒。相棒、もうちょっと考えてください。ここのバレル難しかった気がす。 DK コイン、相棒。あ、魚はどういう動き。わらわら。あ、わら。やっぱダメージあるんだね。わら、あの魚はダメージあるよ。投げた。お前動くんかーい。このゲーム知らんかな。わらわら。ダブル。高すぎー。バカ力。くっそ、食らってみてー。食らってみてー。弾かれるだけなのかダメージあるのか食らってみてーけど、もう相棒が死んでるんだよ。相棒がいれば確かめれるんだけど。相棒がいればいけるんだけどな。相棒どこ行った。なんで相棒死んだんだ。水の上でローリングできるよ。よっと、タルお化け。うっそだったんだから。ここは食らってみましょう。お前生きとったんかい。割れ、今中間あったよね。顔のキモいタルだな。おい、よし、死のう。巻き戻しは使わないんですか。相棒が死んだか。わら、相棒ね。あのジャンプうまいこと、と水からのジャンプいまいちだな。じゃあとりあえずこうやって。ティンキーにも一応専用アクションあります。あのね、あなたのせいでところ。ジャンプして降りた後にすぐ飛べないから、そこをちょっと気をつけないとね。わら。で、これは壊せるんじゃないかな。わらわら。ここ貫通する。どうだ。魚必要みたいですね。あれ。懐かしい、笑い笑い。魚いらないんじゃないの、こんなの。これでいけるんでしょ。こんな、ほら、こうやったらいいじゃん。わらわら。ワープした。星を集めろ。え、今のが正しいプレイじゃないの。ザ、ゴリ押し。あれ違うの。なんてゴリ押し、わら。俺これだと思ってたんだけど、生き方。え、違うの。ゴリ押し。なんか見逃してたの俺。それはいけたのか、わらわら。あれ、違うの正解。わらわら。あら、そこでワープなん。わら、私にはそれがわからない。ゴリ押しが成功法とは、わら、ゴリ押し、実は違います。実は違うんだ。ダメージ食らう正規法とは違いますね、わらわら。マジかよ。アニマルのあるからかじきいますよ。ゴリ押しっぽい、わら。左側行くと、うん、後でちょっと行ってみよう。クリアしてもう一回やる、ね、これは上行けってことかな。あの海どうなってたんだろう、わら。お前だ。あ、ゴリ押しなんて。ダメージじゃない。お、持てた。なんでゴリ押しって、わらわら。確かにどうやって行くの、わら。うん、あのエンガードダメがあったからね。スーパープレイ。エンガードいますよ。エンガードいるんだろうな。あれ、これどうやって行くんだろう。ローリングジャンプか。でももう上に行く手段がねえ。死ぬか、クリア後に来るか。死ぬか。死んだらどこまで戻されるのか。これどこまで戻されんの、死ぬと。ボーナスとかも全部リセット。私にはそれがわからない。じゃああえてこのままクリアして、どこまでリセットされてるのかを確認しよう。今のうちにね、その辺やっとかないとさ、死んでやり直すのか、クリアして戻ってくるのかを今のうちに分かりやすくしておかないと。すっごい滑る。やっぱ水の操作はダメだな。海の中に入ったら死ぬじゃねえ。ダメだ、ふわふわしてる。操作がふわふわしてる。ボーナスは大丈夫。
細胞が。ここでも変われる。水の操作ね、すっごいしにくいよ。ちゃんとやろう。ですよね。よっ、ちゃんとこっちで行こう。で、こうね。よっ、こいつ落とそうとしてきてるんだね。で、まあ残ってるね。で、これなんだ、ローリングジャンプ。操作に慣れるところからですね。特に力地以外。え、どうやって行くの、こんなの。え、判断機は上に越したことはないな。こんなんどうやって行くの、わかんねえよ。戻れないよな、この状態で。担げないし。背景綺麗だな。ネタバレはやめてね、自力で見つけてくるから。自力で見つけるから。とりあえず一回クリアして。流れに逆らって泳ぐからちょっと大変。で、こいつは体当たりだったね、大丈夫だった。で、クリア。これ俺は分かってるよ。ここでしょ。あれ壊れそうなのに。うるそだ、なんだこれ。無理やりクリアさせようとすんじゃねえ、この野郎。懐かしい。よし、思ったより大したことなかったな。クリアですね。思ったより大したことなかったな。わらわら、今強制クリアさせられそうになったよね。で、戻ってきた。わら、どうやら黄色い。どうやって手を組んだだろうか。黄色はあれかな。わらんだな。わら、どんどこどん。わら、クリア。黄色は DK コインかな。エンガード取ったら上に行けねえ。これ食らうと、あーか。じゃあボーナス、強制ボーナスじゃん。わお。あ、ここもエンガードで来れるんだ。どこにいるんだろう。お前、謎解明。貫通できねえのか。エンガード来た。なるほどね。よし。違うよね、多分これ。みんなやっつけろ。無理やり言ったけど、これ違うよね多分。あ、やっつけろか。失敗したわ。再挑戦可能な優しさを感じる。再挑戦可能な優しさを。届いた。水切りよりポニテスピンの方が簡単なんだよな。いけた。優しさを感じる。これふわふわしてるからね。よし、やったぜ。やり直し楽。さあ、水切りジャンプってどうやってやるの。何度でも蘇るさ。タイミングよく Y。 あー、やっと届いたか。優しい。意見の再放送。わらわら、何回でも遊べるドン。キャラが変わんない。やったぜ。3ってなんか違うんだよね。違うの、水切りジャンプ。とりあえずまあ成功してるうちにとりあえずクリアしちゃう。あー、たまらねえぜ。おい、何回死ぬねん。わらわら、
何回死んでも何回死んでも。超難しかった。何かスーパードンキーコング1と2と比べて3は操作性とかやりにくくなっているのは気のせいでしょうか。気のせいじゃなくない？まあ俺は1、1原理主義だから。笑い笑い。旗が上がったね、旗が。さあ、じゃあ技術としての水切り？ガチでタイミングシビア。どうすんの？ローリングで降りてジャンプ？もう一回 Y？ やり方。ローリングで水に降りてもう一回 Y？ もう一回次 B？ 何すればできるの？これネタバレっていうかテクニックの問題なんで、ちょっとやり方を教えていただければ。未だに逆さまパイプラインクリアできる気がしない。ドリア。水切りジャンプどうやって？そうですよね。よかったです。ローリングで降りて、もう一回ローリング、ジャンプ当たった瞬間に。水切りジャンプは練習必須。どうやってやんの？水面ギリギリでタイミングよく B。ローリングで降りて、通常で。あ、今できたことない。水の中に沈む前にジャンプする。あ、これ、あ、こういうことね。簡単じゃん。ローリングで水面ギリギリでジャンプボタン。めちゃくちゃ簡単ですけど。3回続ければかなりうまい。めっちゃ簡単じゃん。はい、オッケーです。水面に着いた瞬間に B。 ローリングで降りてですね。そうそう、ローリング状態で B だね。なるほど。これは知らなきゃできない。このテクニックを知らないと。できた。そもそも初代もさ、ローリングジャンプ知らないと取れないの多いしね。お、さあ、スリップスリップ。ローリングだね。有効フレーム小さくないかな。うめえなー。そう。888。ねえ、やっぱ俺、ね、結構ゲームうまいよねっていう。これヒントないから無理なんよね。さすがにね、あれ考えればありえねえアクション。わら。取説には書いてないのこれ。やればでできるじゃん。すっごい滑るよ。わら。これどう？パチパチパチ。前持ち前持ち。あいつも滑ってるよね。これこれ。ローリングの距離が短い。ドンキーコングあるある。めっちゃ滑りそう。ここは飽きそうじゃない？もう雪ステージか。書いてなかったです。と落ちるとこか。ここアドバンス版だと初手服。書いてあるはず。練習必須でと言われて一瞬で成功させるシュウヤ、わらわら。いやー、シュウヤさんは達人級にうまいと思います。もっともっと褒めて、もっと褒めて。書いてないのか。敵もなめらっとる、わら。コングはコレクション要素には関係なしでいいのかな。敵も滑ってどうすんねん、わらわら。足元が滑る。これどうだ。ドンキーさん頑張ってください。これあれだよね、敵の雪ステージ思い出す。右側っぽいよね。落ちたない！ない！なかった、開かなかった。こっち？こっちは開く？敵も滑るのかーい。わら。どう？ドンキーのローリング結構短いよね。なあ、ボーボーな。ん？これ普通にこれだけ？みんなやっつけろ！やったぜ。おう、K 取ってないんだけど。解像度、わらわら。すごい滑るよ、すごい滑るよ。中間ボーナス一つ目。ナイスです。基本的にボーナス二つと DK 声。4連続ポニテスピンはうまい。と、うまい。もう1ボーナスあるはず。すっごい滑る。あとこの辺のふわふわの当たり判定も困るね。お、まだボーナスが1つ残ってるんだよな。コングパネルは1アップだけなので特に気にしなくて大丈夫です。オン。よっ。こうやってさ、敵倒すのに使ったらその先でボーナス行くのに必要とか。ルイジの操作とどっちが滑るんだろう。素朴な疑問。ドンキーってさ、結構いやらし、配置がいやらしいよね。
この敵がやられる時の声がファイナルファイトのハガーのデアーに似てます。あー、 B が見つからない。これで死んだらボーナスがリセットされるんだったら絶対死なない方がいいんだけど、大丈夫っぽいね。さあもう一つ残ってるかな。うん、上がっ、旗が上がってないから残ってるね。これも考えると優しくなったよね。昔はあのスリップスリップの後ろに、ね、バットマークがついたんだよね。この辺の上が俺怪しいと思ってるんだけどね。よっ、ほら正解。行く必要がない場所に隠しアイテムがあるのは基本だもんね。大正解。駆け抜けるの気持ちいい。ミヨジ。あったりー。おっとっと。貫通するの鉄の樽だけだね。早すぎ。あ、あいつ転がっちゃダメなんだよね。オッケー。ドヤ顔、笑。ドヤ。さあ、あと2面ぐらいか。怖がりのエリー。エリー。そのボーナスはゲットできるの？上矢印。暗くない？ちょっと暗くない？ん？うわ、びっくりした。どういう仕掛け？エリー。僕エリー。かわいそうなゾウさん。ああ、明るい。ん？いやいやいや。エリーさ、こいつ前ってタル貫通しなかったんだ。イライラエリー。こいつさ、なんでエリーはゾウさんですね。参加したんだろうね。だってこいつタル持てる以外に何もできないのにさ。エリーって誰じゃ。びっくり。こいつタル持てるだけなんだよ、できること。それって別に、え？え？今なんか当たんなかった？え？ビクってして帰ってきたんだけど、どういうこと？エリーってゾウのこと？この子がエリーだけど、小さいから自分のことをサッちゃんって言うんだよ、言わない。かわいい枠かな、わら。ほら、樽持ったままあそこ入れないよ、ね。ネズミ苦手よ。あ、ネズミが苦手なんだ。なるほど。ライトの下でネズミ見ると逃げる仕様なんすよ。なるほど。なんでこの子をアニマルフレンドとして参加したんだろうね。だって樽持てるだけってさ、リクシーもね、あいつも持てるじゃん。エリーの他の操作は後のステージでわかります。あ、じゃあそれは楽しみにしてください。現状ここにいる意味がないよね、この子。水が得意なエンガードとかさ、敵に耐えたりで倒せるあのカジキとかいるのに、この子何にもできないじゃないですか。みんなできる笑い笑い。ランビの背後感とか言ってはいけない。確かにネズミは嫌いだったよね、笑。あのディズニーシリーズのゾウに似てる、笑い。こんなん上に打てんの？あ、上に打てる。このネズミ嫌いは後によっ。でっかいネズミと戦わされるんでしょ。地位予想つく。今ちょっとだけ新しいことできた。上に打てる。はやっ。うーん、花力ですか。3を全クリしたらスーファミのドンキーシリーズはコンプですね。ですな。あら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 、そういうことか。と、嫌なゲームだね。どれぐらい、これぐらいかな。勘。あ、よかった。何度でも挑戦できるよ。すごく速さ、わら。あれ、今奥行ったじゃん。ジャンプ、あ、ジャンプしながらやればいいんだ。こういうことか。ああ。みんなも学校でやったよね。動きました。このドンキーの雑魚キャラのやられる声の真似やったよね。
みんなやるよ。グーソだろ、聞かねえのかよ。騙されたわ。全クリまでやる？うん、そりゃ最後までやるに決まっているじゃないか。これはわかりませんよ、わら。お、危ね、危ね、危ね。ぶ、ぶ。どこかな？このタツノオトシゴみたいなやつさ。喉壊しそうな声まね。やんないな。わからん。むずい。赤バズはほぼ無敵。スターがあれば。タタタタタタタ。どう？これ何？あ！新しい特技発見しましたよ。私も笑い。Y を押しっぱにしとくと樽を引っ張ることができるんだ。なるほど。さすがゾウやね。吸い寄せた。ここなんかありそうだね。おっとあったあった。ボーナス発見。ん？あーなるほど。どういうこと？キュウヤさんの喉が壊れそう。わら。会議を探す。すごい吸引だ。ダイソンかな。よ。すげえ。くっそ。当たり判定ふわふわしやがって。樽を吸い寄せた。割と優しいんだよねこれ。ほうほう。再挑戦させてくれるね、優しいよね。それでも変わらない。わら。わかりにくいヒント。わらわら。ダイソン並みの吸引力。ふわふわしててぐさ。そう、超ふわふわしてんのよこの当たり判定。もうボーナス終わったよね。ガチ逃げ。これ以上いけない。正規が再挑戦可能はぐさ。るのが正規かな。一面だから優しい可能性も。その可能性がビレゾン。足場も敵も端っこに当たり判定がないのよね。こういうことか。よし、抜けた。ああ、一応クリアした方の色になるね。まあどうでもいいかな。そして一面のボスで、スワンキーのテント。スワンキーのテント、ゲームをするテントから出る。ようこそコングたち、私めがスワンキーコングにござい。ベアコインを2枚、手でやってみるか。モールを的に当てていただくだけでよろしいんですよ。おシンプル、ハッピーな商品盛りだくさん。アルツトライコングたち、勝つか負けるかは運次第だ。ゲームをする。こっちにポイポイ、ポイポイ25、スーパーポイポイばっかやな。とりあえずこっちにポイポイからやってみようか。運命のランプが行ったり来たり、女神はどちらに。クランキーじゃ、生意気にボーナスステージにたどり着いたの。問題ばかりのクイズゲーム。ここはした方がいい。商品が欲しいなら本気を出さねばいかんぞ。このわしが相手なのじゃ。これしといた方がいいですよ。あ、そう、オッケーオッケー。ここにいたんか、わら。頑張れ。そういうことね。行け。意外にね、意外に投げる場所がふわふわしてる。あっち向いてほいじゃなくて。笑い、ネーミングセンス。あんたの勝ち、あんたの負け。ジジイ。あの日本語訳がおかしくないですかね。うりゃ、小屋の前でスワン、あらあらあら。で、なんかくれんの？バナナ。おうほうほうほう。難しそう。びゃあうまい。次。クランキーって誰？クランキーは初代ドンキーコング。あんたって、笑。で？あんたの勝ち。ゲームをする。ポイポイ25。いいかだよ、わら。25点取った方の勝ち。あ、そういうことね。毎回クランキーと戦うんだ。あんたの勝ち、わら。これ2人プレイできそうだよね。これ中央じゃないのがね、やや右手寄りなんだ。クランキーっておじいちゃんだよ。
雑だな、笑え。25点。ファンキーコングはグラさんでしたっけ？ファンキーはね、いや、赤いやつ、ね、あんたって誰のことをゲンとるねん。わら、下にいるスコークスが可愛い。少佐と同じ感じだな。少佐。あれは勝利だからね。スカポン少佐。バテてないグラ。あんたの勝ち。頭がグラさんだね。言葉遣いが雑。このズルッコモンキーめ。なんで勝てたか、明日までに考えておいてください。ズルンズルンズルン。シャバダバー。あんた、わら。さあ、ラスト。ゲームをする。スーパーポイポイ。ミスした方が負け。ほう。ミスしたほど負け。ゴエモン風ミニゲームだよね。みんな思うよ。あんたって呼ばれてあそこまでガッツポーズできるディンキーすげえな、わら。このしぶしぶ勝ちを認めてる感じ好き。バナナ投げとるやん、わら。よっ、シャバダバ。よし。なるほどね、こんな感じね。まと、あ、花駅で食べちゃうんだろう。ズルッコモンキー。懐かしい。よし、もういいか。じゃがいも、グレーツな、商品を用意しております。次回もだった。じゃがいもじゃねえよ。なんで急にじゃがいもを用意したのかと思ったら、次回もだった。じゃがいも、グレートな。ということで、ボス戦だけど、まあ、正規セーブでいくなら、ね、一応これは、スイッチ版なんで、ここでこれ出して、このどこでもセーブをすることも可能。じゃがいも、わら。でもまあまあ、正規プレイするんなら、ここで戻ってセーブかな。じゃがいも、わら。次回もだって、次回も。ゴエモン懐かしいっすね。わらわら。これこれ。ちゃんとここにセーブしに帰ってきた。じゃがいも、わらわら。セーブする。じゃがいも、わらわら。じゃがいも、わらわら。わらわら。元気でね、コングたち。かわいらしいバナナバード見つけてちょうだい。クランキーコング子供みたいなこと言って笑い。バナナバード。じゃがいも。バナナバード。わらわら。あ、バナナバードってあれか。バーンナックルの家。けどボスに行く前にね。ドンキーはね、どこでもセーブがこの頃はできないから、ボス前にセーブしておかないと次のワールドでゲームオーバーになっちゃったら、ボス倒すところからやり直しなんだ、ね。今回はセーブにコインがいらないんやね。と。これか。マップの中の隠しでバナナバードがいたのか。でクリアしてるからもう何もない。オッケーオッケー。多分1ワールドに一つずつあるのかな。ばあさんに家64置いてある。64も置いてんの。まあ3って結構スーファミのラストだからね、もう出ててもおかしくないかな。さあ、バーナクルってテリーのバーンナックル、わら。さあ行きましょう、初ボス。初見さんいらっしゃいます。行くぞー。リンクリーなんならマリオ64で遊んでるしな。ボスだよね。あ、飛ぶだけでいいんだ。ん ?3 のボス面白い。ははははは。いますよ。そういうことか。そこ死ぬんだ。これは踏む？ああ、これ、オープニングムービーで見たな。わらわら。ん？あ、おう？タルは踏んで、敵を踏んで持ってわらわら。あ、そこのね、自殺やると思った。わら、ゲップするタル。何が起こったのかわかりませんでした。わら、そこで落ちるのかい。3のボスは不気味な。もう一発かな。だいたい3発だよね、任天堂の。汚ねえやつ。タルからタルが笑い。やったかな。あ、そういうことね。どうやってタルどうくん。割とガバガバだな、その口。おいおいおい。ゲップがリアル。頭の上からどいてあげた優しさを感じる。よし、
ということでワールド1クリア。レッツとかどんなゲーム笑い。で、もうこのまんまワールド2か。あ、なるほどね。で、今回はクリア後に1面に戻って、ちゃんとセーブしに戻れるんだね。パチパチパチ。あ、ぬるいね。昔はね、ファンキーコングのところか次のセーブ地点行くまでにゲームオーバーになっちゃったらね。まあこのゲーム魚もゲップするするし。レア者らしいな。今ので 12%。てか曲がマリオじゃん。てか64やってんじゃん。ないですか。わら。今回集めトロイドに燃えたな。タイミングゲップ汚い。いやー、セーブ楽だね。こうやって戻れるじゃん。不思議なやつが多い。で、ワールド1クリア。現在で 12%。これの10倍ぐらいのボリュームか。まあ終盤は難しくなるからね。確かにマリオ64。さあ、それじゃあ、ね、次、2面はクレムウッドの森だね。じゃあ2面に行くぞー。